ついてきてくれてありがとうございます。それで変装のつもりなんですね。やるからには本気ですよ。あの小僧、私に力を貸してくれ。もう一遍言うけど、あんたは果たして滅びずにいられるのかな。追ってくるなんて考えないでよ。ふん。怪我をしても知りませんからね。あなたは倒すべき敵なのか、そのままじっとしていれば戦闘不能にはなってもらうが、お前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか。ずいぶん殺気立っているな。行きますよ。僕の仲間になるからだ。なぜならあんたは何もしないと約束しよう。もたもたするなよ。もう一人もお願いしますよ。本当は一遍でいいことを二度言うのは嫌いなんだ。君よりも僕の髪型の方が整ってるな。ふん。君の力を貸してはくれないか。うるさいな。一人が好きなんだ。あなたと一緒にいると。まだ馴染んではいないが、君とならいけそうだな。どうってことはありませんでしたね。痛みは当然残りますからね。私のために。その格好、日本の学生か。また僕のことを調べるつもりですか。期待しているぞ。すいません。覚悟して来ている人ってわけですよね。誰が父かなんて関係ない。私の血で蘇るがいい。ブチャラティ、僕がですか。人を始末しようとするってことは。だから言ったじゃないですか。仕方ないな。お願いしますよ。僕を殺したりはしませんね。それで？妙な感覚だ。君とは初めて会うはずなのに、真実から出た誠の行動は決して滅びはしない。お前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか。私のためにジョナサンに近いものを感じたぞ。応用力は無限大だな。喋ったのは時間が欲しかったからだ。呼吸も乱れていないな。この戦いが終わったら見せてもらえますか。正確に言うと、治すんじゃなくて体の部品を作るんです。治すんじゃないから痛みは当然残るんですからね。ですよね、ジョータローさん。あなたのおかげでね、生き残るのはこの世の真実だけだ。しくじるなよ、たまには。わかってますってば。僕のことを調べさせていたのは。ふぅ。逆に始末されるかもしれないという危険を。あなた、くれぐれも無理はしないでくださいね。お前の生き血を私にくれるか。逃げ切ったと思ったのに、しつこいやつだな。先ほどは失礼なことを言いました。こういう時が来るのを待っていたような。あなたはできる人だったみたいですね。といったところか。どんな犠牲を払っても。あなたもジョースターさん、僕の予想をはるかに上回っていました。ついてきてくれてありがとうございます。やはり君を侮辱してしまったか。あなたが倒すべき敵なのか。僕の父を殺した。さすがは我が息子。奴はもうどこへも向かうことはない。頼りにしているぞ。あんただって利用させてもらうよ。僕はこの人を知らないはず。あなたのウイルスは正しいと信じる夢に向かって進むだけだ。うん。私をどれだけ待たせるつもりだ。待っていたような。君の判断に任せるよ。間合いをつかめば問題ないな。このディオは俺のしもべとなるため、吸血鬼のエキスを配慮するのだ。僕に話しかけないでください。我が真実は絶対破れん。無駄なんだ。無駄なことをするのは嫌いだ。無駄無駄。粘るじゃないか。奴はもうどこへも向かうことはない。ジョルノ、ドルチェもおごってくれ。この店にイチゴのケーキはあるかい。あんたとはうまくやっていけそうだ。ほう、やるではないか。お前がここまで手こずるとはな。お前でもダメだったか。お前面白いな。犯人はあの部屋を訪れた直後、そこに隠してあった包丁を見つけ。父の何を知っているんですか。僕だって今、君はなぜここが分かったんだ。そうよ、私落とされてなんかないから。結構気に入ったぜ。このあざのことを知っているんですか。そこに模擬刀の打撃を受けたからだな。全部で何匹いるんですか。そんなに僕のことが気になるのなら、ミスター、自分で来ればよかったんですよ。父さん、もっと狙いをつけてくださいよ。せっかくの奇獣なんですから。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。ちげすな。
もう磁力が消えているじゃないか。お前の隣が一番心地よいぞ。ベネ、派手にやりましたね。ふぅ。急いでいるみたいだけど、やるからには本気ですよ。ふん。用意はいいかな。痛みは当然残りますからね。まだ馴染んではいないが。一人が好きなんだ。役立たずめ。あなたと一緒にいると。その格好、日本の学生か。期待しているぞ。どうってことありませんでしたね。また僕のことを調べるつもりですか。君とならいけそうだな。一つチャンスをやろう。うるさいな。ジョルノ。ジョルノ・ジョバーノです。何？何のことを言ってるんだ。覚悟して来ている人ってわけですよね。頼んだぞ。お前なら殺すには少々惜しかったがな。お前はいつ本気を出すんだ。なんだっけ父さん。くそ、しぶといやつめ。無駄な戦いでしたね父さん。大丈夫、僕が守ります、確実にね。疲れましたね。車で送りますよ。駅まで8000円でどうですか。僕のことを調べさせていたのは。チャオ。長い旅路の果てに、しかしディオはローズ。いいですね、家族で新居。お子さんは男の子、女の子？お前もう少しやると思ったが。え？ふん、親友とは君のようなやつを言うのだろうな。ねえ、里親になりたい？まさか貴様に娘が生まれるとはな。大したことはない。どれでも好きなの持ってきな。勝手に入ってくれ。ふぅ、ちこいつ。俺とお前は二人で一人、再びお前と並び立つことがあるとはな。俺は恐怖を克服することが生きることだと思う。世界の頂点に立つ者はこのディオに近いようでもあり、ほんのちっぽけな恐怖をも持たぬ者。かつての自分を相手にいつ敵を倒すんだ。ああ、だったらおいアニャ、うちで一番賢い、無口だがまあいい子ぜ。ふん、君を侮辱してしまったか。不気味でいけつかんガキだからね、とっととも らわれてくれりゃ願ってりで。ほら、挨拶せんか。なんだっけ。ふん、無駄なことを。くだらない決意は身を滅ぼすぞ。所詮お前もただの人間。むっつ、うん、むっつ、お前6歳だったのか。本当に俺を撃とうとしているのか。が、ちょいと遊んでやってもいいかな。ふん、どうした、カフェだと。さすがは我が息子、お前にしては上出来だったぞ。ふん、なるほど、汗もかいていないし呼吸も乱れていないな。間違いなく勝てるだろう。お前が行くか。いいぞ、時の流れには抗えんと。そんなものか。やはり無敵だ。よくやった、おめでとう。ここらで遊びのサービス時間は終わりだ。スパイミッションワクワク。